次のお題はフィッシャーズさんにしたいと思います。あーこれあーっぽいかも。皆さんこんにちは、グッドさん、おしてー、はい、カフだよ。どうも、シェイです。今日はロブロックスで大好きな YouTuber さんになってみるっていうゲームをしたいと思います。お題は YouTuber といえばヒカキン。そう、ヒカキンさんですね。ヒカキンさんを作ってください。カホ対セイでどっちがより近いか皆さんコメント欄で投票してください。ヒカキンさんかい。3分でヒカキンさんを作ってくださいね。はい、今最初すっぽんぽんですよ。ゴー VIP 3分じゃない。ヒカキンさんの髪はどんなのかな。分かってる、これでいいや。ペイ髪の毛白髪でいいの？何言ってんの白髪じゃダメだよ、ちゃんと色つけてあげて。ダメ。今お題はヒカキンさんですよ。やっぱ茶色だよね。ないんです。絶対必要なアイテムがありますよ、カホカホさん。サングラスズどのサングラスにするかな。これ、うん、それもいいね。男の子やばい、シェイもうまだメイケル。え、ないじゃん、やばい。めっちゃキラーってしてる。まだ裸だ、早く洋服着せなきゃ。はい、やっぱダメだろね。おおすごいかも。でも赤いスーツもあるじゃん。ん、女の子もうなんかヒカキンさんって言ったらミュージックビデオの赤いスーツがすごく印象的な気がするんだよね。今、あ、今はちょっと黒だけど、なんだっけ、 YouTube の歌のやつ。あー、あれね。あれ赤スーツだったでしょ。洋服じゃなくて、洋服はもうこれでいいでしょ。これにする。こっちにする。さあ、せいせいちゃんがどんな風になってるか楽しみだね。あ、ちょっと待って、なんか忘れた。何忘れたの？体のなんか、体のサイズを変える。サイズっていうか、なんか形みたいな。うん、ヒカキンさんは割とがっしりした感じだよね、筋肉がついてる。ちょっとマイクとかないのかな。マイクあるよ。マイクゲットしたらいいんじゃない。それとも顔を決めるんだよ。これ OK。 YouTube ボタンとかないのかな。ないよ。ちょっとアクセサリー見に行こう。アクセサリー、これ。あー、え、ちょっと待って、ちょっと待って。どうした、なんか帽子が。あちょっと待って、62秒だ。もう大丈夫か。あ、キャンセルできない。ツルツルになっちゃった、ヒカキンさん。イエース。それ結構うまいやばい。何、なヒカキンさんが持ってそうなアイテム、なんだろう。やっぱね、ペットも持ってるね。あ、ペット持ってるもん。そうだ、マルオとモフコ。さあ、あと27秒でゲットできるか。マルオとモフコ。マイクないの？マイク、ないよ。靴とかあるじゃん、ピンポンボタンとか。ヒカキンさん靴好きなの？時計好きなんじゃない？時計。あー、これお金がかかるやつか。あ、これ、これギターのところにマイクないの？ギターのところ。よし、行こう。あー、終わっちゃったー。さあ、じゃあカホとセイのファッションショータイムが始まりますよ。ね、セイ、ちょっとね、間違えちゃった。間違えちゃった、セイちゃん。ね、あの、サングラスズ、サングラス間違えちゃった。あ、来た、カホカホのヒカキンさんが来ました。後ろにいるのはモフコさんですか、マルオちゃんですか。モフコ。モフコさん。よし、せいせいちゃん、せいせいちゃんのヒカキンが来ますよ。まーす、せいせいちゃんのヒカキン。髪の毛がめっちゃ真っ黒なんだけど、はは、うん、でも2人とも同じスーツだ。せいちゃんが連れてるペットは何ちゃんですか。マルオちゃん。マルオちゃんでした。マルオくんだよ。はい、マルオちゃん、ぜひアンケートからどっちのヒカキンさんが良かったか答えてください。次のお題はカホとセイが最近よーく見てる人たちです。プリンセスイブスイートディービーさん。どうしようかな、違う人と思ってたんだけど。じゃあプリンセスさん行きたい？行きたい。じゃあプリンセス姫スイートティービーさんに行きます。はい、その中の誰でもいいです。カホ姫ちゃん。オッケー。じゃあ次はセイちゃんの画面で見ていきたいと思います。はい、来るよ、来るよ。来る？うん。じゃあ次はプリンセス姫スイート TV さんでお願いします。どう
リンセスさんの。見ればわかる。見ればわかる。先生ちゃんの髪をつけましたよ。わかっちゃった。おお。もう難しい。難しかった。顔パフォがどんな風になってるか楽しみだね。うん。化粧まみれね。化粧まみれでうんって。あと何いる？何いる？いいんじゃない。リボンとかあるのかな？ピンクのリボン。うん。何あれ？アクセサリーズ。もうちょっとごつくするか。もうちょっとごつくするか。やった。いいね。そこまでごついといいね。ひめちゃん。あと82秒だよ。そっち男の子何年生？ひめちゃんチャコいる。チャコって何？あ、こっちょ。チャコ、こっちょ。どれ？おお、せいちゃんなんかいい感じになってきたよ。アクセサリーに行って。アクセサリーに行ってみようか。これあれじゃない、パパ子さんなんかさ、甘い香りがしそうだから、なんかピンクのお花かなんかつけてもいいんじゃない。もういい、私できた。できた。あと5秒だ。バック持たせる。はーい、じゃあ2人ともできましたか。はい、できました。ひめちゃん、かほちゃんはひめちゃんになったそうです。せいちゃんはもうみんな見てて分かったと思います。あの方ですよね、せいちゃん。パパです。美しいパパ子さんですよね。じゃあ出来上がりを見ていきますよ。せいせいちゃん、おー、せいせいちゃんのパパ子さんがやってきましたよ。どうです、パパ子さんに見えます？見える。なかなか良かったよ、パパ子さん。あとあれにこうリボンがあったら最高だったね。うん、まあ、最高の。リボンを見つける時間がなかったんだよね。頑張ったよ。頑張ったね。はい、かほちゃんの姫ちゃんやってきますよ。めっちゃ可愛い。こっちもいるよ。こっちもいる。姫ちゃんに見えると思う。可愛いピンクの洋服がすごい可愛かった。ありがとうございます。次のお題はフィッシャーズさんにしたいと思います。あー、どの人でもいいですよ。またむずい人いきます。特徴を捉えるのが結構難しいかも。次はかほちゃんの画面でいきますよ。はい、かほちゃんが誰になっているか当ててください。今日はね、めっちゃむずい人。じゃあかほのフィッシャーズさんとせいのフィッシャーズさんで戦いですよ。サンタクロースがいた。サンタクロース、どうすんの、どうすんの、ヒゲつけちゃうの。ヒゲ生やしてる人なんていたっけ。ない。あこれ、あーぽいかも。グッドウェイぽいぽい。あまり何するかわかんない。ヘアピーに行こう。体型、体型はどんな感じかな。そうだね、運動神経がすっごいいいもんね。うん、いや、何もないよ。ダブライ洋服が問題だよね。割とカジュアルだよね、いつも。うん、なんか半袖、ノースリーブ。半袖。どうかな。あんまり何するかわかんないんだけどね。あっと、これ。どれがいいと思う？めっちゃ悩んでんじゃん、二人とも。優しそうな顔してんじゃない？あ、いいね。え？なんかぽいぽい。あー。どれにしよう。あと6秒ですよ。かほちゃんもできてるかな。ちょっと静かな感じになっちゃったけど。あー、タイムアップになっちゃった。かほちゃんの答えはみんな見てわかりました？かほちゃんの答えどうぞ。シルクさん。シルクさんでしたね。せいちゃんは誰なんだろう。楽しみだな。ヒントは、めっちゃ運動神経が悪い人。せいせいちゃん。せいせいちゃん、はい、これ皆さん誰か当ててください。見える？おー、いいね。
ね。ちょっとぽくなった。なんか半袖短パン着せたかったんだけどなかったんだよね。せうんなほさんっていつも面白い洋服着てる。そう、面白い T シャツとかもなかった。3歳とか書いてあるやつ。だいぶかほちゃん出てきました。かほちゃんのフィッシャーズシルクさんになりますよ。かなり筋肉ムキムキの爽やかな感じに仕上げてきたね。皆さん見えますか？アンケートからぜひどっちのシルクさんとうんだほさんが良かったか答えてください。はい。出てる、手が出てる。イエーイ。レッドカーペットが出てる。イエーイ。最後のお題はめっちゃ可愛いひまわりチャンネルさんでいきたいと思います。はい。誰でもいいですよ。パパさんでもいいし、まーちゃんでもいいし、おーちゃんでもいいです。ほい、よーい、どーん。やだ、まーちゃん裸じゃない。なんて。まーちゃんは可愛い。まーちゃんはツインテールをしてることが確かに多いね。でも前髪があるんだよね。前髪ある版のツインテールある？なんかちょっと前髪がかぶってる。これがいらない。押せない。よし。へそ出しを着て、わー、髪の毛を変える。色を変えないとだね。髪の色、黒、それとも茶色、濃い茶色とか。濃い茶色、うん、これうん。まーちゃんもおーちゃんも二人とも超かわいい。また機会があったらね、会えたらいいね。うん。洋服はどんな感じだろう。ちょっとスカートが短いか。カナダのやつ、カナダの洋服だからあんまりなさそう。なんかさ、リラックマみたい、うん、もっといいスカート、もっといいスカート。こっちだったったった違う、これ短い方だね。で、わかんない。なんかまーちゃんってこういうやつじゃない？あ、そうかもね。こういう感じ、うん、これがいい。あとは顔、顔はいつも笑ってる。あー、かわいい。これ、これがいい。どれ？猫さんいるから。猫ちゃん。ハムスターも飼ってたよね、確かね。あー、そうだね。あと12秒しかない。はい、終わりました。かほちゃんはまーちゃんを作りましたね。はい。あ、かほが出てきた。かほのまーちゃんです。手は誰作ったの？おーちゃんです。おーちゃん作ったので、あ、せいせいちゃん、せいせいちゃんのまおーちゃんが来ますよ。おーちゃん、ちょっと待って、口に何つけてんの？あ、笑ってるのね、めっちゃかわいい。感じのおーちゃんって感じだね。こんな YouTuber さんやってほしいっていうものがあったらぜひコメント欄にコメント残してください。はい、グッドとチャンネル登録お願いします。あと通知ボタンもぜひ押してください。はい。じゃあみんなにお別れしますよ。せーの。